なんとなくブロックは気持ちいいな。別にブロックしたって何が変わるわけでもないけど、何も変わらないけど、痛っ、ここがね、痛いよね。だからいいティッシュがあるんですよ。ツイッターもちょっとやめなきゃな。なんかもうどんなに投げても壊れないスマホだったらさ、となんだこう念能力っていうか、念能力じゃない、超能力があってドアポンってやってブンってぶん投げて、よしよしってやれるのにな。マジで投げようかな。いやちょっとちょい投げするわ。いやでも投げんの返そうだから一旦ごめんの。でまた同じ投げをします。何がしたいかなんか分からなくていいんです。僕もみんなも、僕がやりたいことは僕も分からなくていいし、みんなも分からなくていいんですよ。ね、やったっていう結果があればね、いいんです。いや、よくない。うんぴー。なんかその、神木さんの悪口じゃないけどさ、神木さんのネタツイートを、なんかネタ、神木さんの変な、変な部屋じゃないけど、まああれは変な部屋っていうか、なんかこだわりワンピース部屋みたいのを、こんなのが、目の、来たら泣いちゃうだろうな、みたいなこと言ってたけど、泊まれさんが言ってたけど、俺あれあんま好きじゃないんだよ。なんかオタクを一緒くたに見てんの。なんでオタクって情報型みたいなね、情報量が多いの好きなんだろうって言ったら、でも別に情報量とかじゃないと思うんだよな、なんかあれは。そう一緒くたにされてるの嫌だなって思ったけど、まあ、好きじゃないんだろうね、泊まれさんも。なんかね、俺も悪口で出ちゃうんだけど、なんかこれは全くね、あの世界一あのレベルの低い偏見って言ってね、あーでもやっぱすがすがしい偏見っていうかね、あのファッションやってるやつ面白くないからさ、ファッションと面白さって両立できないの。うん、いや違う、おしゃれと面白さっていうか、まあおしゃれとかファッションと面白さって両立できないんですよ。うん、ね、別にどっちかを中途半端にしていいならできるんでしょうけど、まあでも面白いやつがおしゃれに目覚めるのはわかるんですけど、そんなことないので俺はおしゃれなやつ、おしゃれが好きなやつで面白いやつは少ないと思います。うん、っていう持論があるんで。でもトマレさん結構おしゃれが好きって言い方を、服が好きっていうかね、おしゃれが好きって言うと絶対怒ると思うんですけど、服とか靴とかが好きな気がするんです。そういう人はあの面白、まあある程度の面白さまではいけますけどえ、何俺嫌われたいの？うん、なんでだろうな。でもあんまりトマレさん面白くないんだよな。ていうかもう才能が一瞬でなんか燃え尽きた感じ。もともとなかったのかもしれないわけ。いやでももともとないことはない。全盛期あった、泊まれさんにも。一瞬で燃え尽きたね。そういうこともあるよ、一瞬の輝き。そういう人もいます。あーうんちだな。まあツイッターでいろいろ見てさ、別にもうなんかオタクの悪口言うのやめて。オタクつまんないから、もう俺オタクがつまらないっていう情報をそこそこ面白い人たちが言うのやめて。なんかそのお笑いファンの人もなんか加藤純さんのさ、エモンの人がなんかお前はニューヨークなんかで笑ってんだねみたいなさ、リプ送ってて、でそれに対してなんかその人がしたツイートがなんかまあ苦しみます、苦しみます、リア充爆発しろっていうやってる旧日本兵がどうのこうのみたいなね、そんな旧日本兵でしょみたいな、最前線に取り残された、最前線の島に取り残された旧日本兵的なねことを言ってたんですけど、それに対してそれを目の前で言われちゃったら笑っちゃうなとか長野五輪さんって人が言ってて、
まあ確かに、でも目の前で言われたらそりゃ笑う。まあ2パターンあるよな。真面目な顔で苦しみます、リア充爆発しろって言われてもちょっと笑っちゃうし、思いっきり言われても俺は笑っちゃう。その生で言われるのと目の前で言われるのとネットで言ってるの全然違うからね。どう言おうが絶対に笑わねえぞっていうのは無理だよね。面白い人がそれ言ってるだけでもう面白いじゃん。つまんないことを言うってちょっと面白いことになってんじゃん、うん、ずるいよね。面白い人ってつまんないこと言ってもそのツッコミが機能すればね、めちゃくちゃ面白いことになるからね。うん、つまんないこと言ったって面白いことってあるんだよな。すげえな、奥深すぎるな。何それ、おもろの世界、おもろの世界。奥が深いとか、奥だけじゃないよな、深いのは。広いし深いし、すごいな、おもろの世界。すごい世界に足を踏み入れちゃったな俺は。まあ楽しいので結構ですが、楽しいってね、ニコってすると今の時期はピシってなるんですよ、唇が。なんでだろうね。そんなに俺の笑顔を奪いたいか、俺の体はね。冬は俺の笑顔が嫌いらしいです。うん、ね、俺の笑顔みんな大好きかと思ってたら、やっぱ俺の笑顔のアンチこと冬、うん、それっぽいうまいこと言ってる感じで言うのが一番キモいですけどね。でもキモいと言いながら俺はやっていくよ。うん、いやでもおもろいだろ、俺の笑顔のアンチ、俺の笑顔のアンチこと冬、おもろいやろなあ。いやそれは俺が面白くならないとわからない。うまいこと言ってめちゃくちゃ失敗してる俺が好きです。はい、俺って一人称使いたくないけど、僕って言うと、まあ、世間の一緒で、やっぱ僕だな。いやでも僕もきちいな。でも俺もきちいんだよな、別に俺って言いたくないんです。してできたのがスチュモン、ストチュールモン、略してスチュモン。でも超言いづらいじゃん、バカ言いづらい。私もううんこでいいかな。なんかすごい黄金比の巻きぐそでも作ろうかな、暇だし。あーなんか今度お面作るわ。お面、お面買ってさ、お面作る工作みたいのがなんかアルファさんがやってたんだよ記事で。だからそれでナショナルキットのお面作るわ。20世紀少年のナショナルキットのお面が欲しいんだよ。あー俺20世紀少年大好きだから、あわよくば服部くんのお面も欲しい。ナショナルキットのお面作るぞ。ナショナルキット白い仮面だから多分簡単だよ。あーかゆいかゆい、股がかゆい。あーもうかゆすぎて何もできなくなるわ。汚ねえな、音が、音拾ってたらすごい汚いぞ。下品なコンテンツになっちゃうからな。いやーでも今日はちょっとつまんないもの摂取しすぎた。ツイッターはやっぱ見ない方がいいな。ほんときついよ。面白い絵描く人もつまんない。だって真の瀬さんもさ、あの真の瀬さんの漫画結構おもろいんだけどさ、あの人あんまおもろくないんで、ツイッターでリツイート回ってくるもの。うん、あそういうのリツイートする。だっていやあ おもろくなさすぎてちょっと笑っちゃうんだけど、やめてほしいね。ちょっとユーモアがすぎる。もう俺はなんかさ、ガン、なんだろうな、柔軟なユーモアは持ってないよね別に。もうな、今まで笑ってきたこと全部ずっと笑い続けることはできないよねやっぱね。なんでそれを許してくれないんだろう。今まで笑ってきたもの、面白いもの全部面白がれたら最強になれるじゃん。でもレベルの高いものを見れば見るほどどんどんそのさ、面白いって思うものとかが自分の中のブーム、まあ自分の中の流行とかで変わってっちゃうんだよ。めんどくさ。いいじゃん、笑わせてくれよ。もうドンキーコングで笑っちゃうもんな。ドンキーコングは面白いだろこいつ。別にそのゴリアピをしたらちょっとこれはもうツイッターのノリになるよ。ゴリル、あ、まあ下アピね、スマッシュの、スマッシュ、スマブラの、これしたらツイッターのノリになっちゃう。
でもその状態じゃなく純粋にドンキーコングを見るだけだった、これは一つのユーモア上級者のたしなみになるんじゃないかな。さっきかって言ってることおかしいぞ。どうも精神異常者です。ね、精神の異常をきたしすぎて病院に行けません。単純に精神に異常をきたしてるからって単純にトラウマで俺は病院に行けないです。別に病院にトラウマがあるわけじゃないけど、いろいろあったせいで、その俺がいろいろなんかもう変化が起きる前の自分の考え方とか行動すべてがねくるんってね、反対になっちゃう、180度変わったってわけじゃないんだけど、だいぶ変わっちゃったので、そのせいで俺は病院に行けなくなりました。病院来てよ俺だって。でも病院嫌、なんか医者が無性に嫌になっちゃったんだよ。辛い話して同情していこうかなって思ったけど、同情してくれる人いねえから。みんななんだかんだ言ってさ普通に暮らしてるから同情はされんよな。だからそりゃさ精神疾患ってやっぱ俺多分精神疾患なんですよ。まあわかりますけど、別に精神疾患だなんでわかるよね。どうしようもなくなるなぁって思うから。やっぱその、人間ってやっぱさ、その立場に置かれないと分かんねえなって思うよね。それが人間なんだなって。やっぱ分からないものは無数にあるんだな。無知の知。でも俺無知の知できてない。自分が何も知らないってことはまだし、何も知らないってことは知ってるじゃない。分かんない。俺が本当に、まあでも知らないんだろうけど。ね。でもうぜえな、無知の知とか言ってくるやつ腹立ってきたー。何でも哲学、俺もなんかもう俺ずっと一時期なんかニコラテスラのその哲学的なやつとか全部にムカついてたんで、こいつ偉そうに言いやがってよってずっと思ってたし、今でも名言全部ムカつきます基本的に。なので俺はガンダムが嫌いになりました。単純にガンダムの監督のスマホばっかしないでどうのこうのみたいなことをなんか変なその人、ガンダム監督流の言い方で、それをタケって漫画家ね、宇崎なんたらをね、連載してるタケが言ったので、俺やっぱ、俺おもろい人間なんだろうな。目は肥えてきてるわ。肥えてきてる。お？そんな語尾つけたら、すべてが崩れるぞ。すべてが崩れるとこだった。危ね。8位な、この部屋。さっきからずっとさ独り言言ってんだけど、まあ、これは日常営業運転、日常運転なんで運転すんだよ情緒不安定なのはねいいんだけど、でもこれもさジョジョの歯は掘れねえだろうっていうギアッチョみたいなキャラになっちゃうけどさ、日常運転でか平常運転、運転すなよなあってちょっと思っちゃった。なんかそのふざけないでくしゃみしようとしたら結局変なくしゃみになった。そこまで変じゃないかもしれんけど、最近なんかねくしゃみした後もペペペペペペペって言うようにしてるんですよ。やっぱハマってるんでね、ザコシのペペペペ、ペペペペペなんか言っちゃうんですよ。別にわざと言ってるわけじゃない、出るときはそう出る。鼻水クソ野郎、にちゃって言ったわ。汚ねえよ、いちいち汚ねえ。熱っ、喉詰まったわ。あ、違う、わかった、この部屋バチクソに乾燥してるからか。なんか居心地悪いなこの部屋って思ったら、もうボキャブラリーがもう全滅だよ。加湿器がもうなんか思いつかばねえのよ。脳みそが死んでる。誰か俺の脳みそ助けてやってくれ。面白いこともこれは言えんわ。それかもう無理やり頑張ってるからね。鬱なのにさ、無理やり世界を取ろうとしたらこうなりますね。まあ別に世界を取ろうとしてるわけじゃないんです。着々とね、面白い人間になろうとか。いや、鬱は頑張っちゃダメだろうな。やっぱ無意識化で頑張っちゃうんだよな。それは頑張ってる人の頑張りとか普通の人の頑張りに比べたら些細なことでもやっぱ俺にとっては凄まじい頑張りなので、自分にとっての絶対的評価の頑張りはやめなきゃな。でも頑張らないって無事いわ。
なんだかんだ言ってさ、頑張るよな、人間って。完全に頑張らないことはもう頑張ることになっちゃうからね。完全に頑張らないを頑張るっていうのが一番辛いと思うから、なるべく楽する。で、俺結構楽する達人なんだけどな、楽達なんだけどさ、襲名しようかな。楽達です。は？もうなんかもう適当にそれ、落語とかそういう仕組み、落語の襲名とかなんかそういう伝統の襲名なんたらかんたらを全く理解せずに襲名しようかなって言っちゃったけど、フリーズしました。どうも円楽楽達です。はい、趣味は趣味なんだ、喋ることですね。趣味は独り言、はじまきよしろです。独り言って楽しいよな。俺はもうそのもうね、尋常じゃないほどのナルシストじゃないと耐えられなくなってるから、自己肯定感を無理やりやってんのよ。でもナルシスト全部ナルシストじゃない。自分の容姿に自信を持ってるかっていうと、俺の容姿は普通だなって思います。自分の中でね、別に世間で普通かどうかなんて知らん。そんなもん知らねえけど、そこまで悪い顔じゃないよな。ね、悪い顔じゃないと思ってる。ぐんにゃーってなってないから。ね、まあ悪い顔じゃないんだろうな、太ってるだけで。でもそれで痩せて微妙だった時が嫌だから俺言わないっすよ、自分では。お母さんとかね、痩せたらかっこいいって言うけどね。まあ嬉しいけどね、褒めてもらえるのは。思ってねえよ、思ってねえからよ、1ミリも思ってねえよ。やっぱ褒められたら嬉しいって思っといた方がいいのかなってちょっと思って言ったけど、1ミリも思ってねえよ。なんで遠回しに痩せろっつってきてんだよ。ちょっと発狂面白いって思うのをちょっとやめよう。卒業しなきゃ。絶対卒業しませんけど、発狂は面白いっていう、うわ、これもうナチュラル発狂なので、嘘、今のは好意的な発狂です。俺ナチュラルに発狂することなんてあんまないので、単純に発狂って言っても俺癇癪しか起こさないので、発狂はしません。はい、癇癪しか起こさない。そっちの方が厄介じゃないか。これから行くぞ。最近なんかさ、血が薄いからさ、立ち上がるとやべえんだよな。あと俺パンツなので、もうね、やっぱ好意的じゃなければさ、わざとじゃなきゃもう金玉出しても OK にしない、チンポ出しても OK にしない。でも俺チンポ見られたくないな。別にいいチンポでもないし、いい金玉でもないから、いい鼠径部でもないから。あ、今のケツじゃない、太ももね。なんだかんだ言って完全に隠すことは難しいな。ほら、何を言ってんだよ。普通に転んでみました。単純にバランス崩したけど、転ぼうかなって思って転んで、多分頑張れば転ばなくてもよかったの。でも頑張りたくなかったので身を任せました、重力に。はい、そしたら転びました。転ぶ一歩手前、転びそうになりました。一歩手前言うね、転びそうになりましたでいいだろ別に。なんで転ぶ一歩手前こと転びそうになりましたって、こと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 言いたい人、じっくり煮込んでやろうか。はぁ、ユーモアが死んだ日です。
ハウスダストマウンテンだ、俺の部屋。バランス感覚崩しがち。俺の勝ち。別にみんなの負けだよね。みんなに勝ちも負けもね。俺が勝ったか俺が負けたか、それしかない。俺の一人相撲。俺は何を言ってんだろうな。ずっと何言ってんだろうな、俺は。あ、ずっと何言ってんだろうってね。そういう感じでやってきますよ。あ、また、あ、新しいグッズ販売したからね。バカグッズシリーズね。うん。いやー、そのなんか切り抜きアプリみたいの使えるようになってねよ、俺も。ようやくね。成長ですよ。はじま京志郎。俺のニカーって笑ってるけどね。あの、ニカーって目が細すぎてね。目が全部黒目になってる。怖い絵です。あと、細長い俺ね。変にね、あの、iPhone のね、しょぼい加工で、なんかちょっと面白くできるかなって言った。それしたらもうなんかただもう、バランスの悪い、気持ち悪い画像になってるやつですね。なんかただひたすら気持ち悪いな。軸からブレて、なんか真ん中からブレてて。ダンプ顔2ですね。何がいいのか全くわかりません。嘘。全部わかります。アカシックレコード、俺がオレオン T シャツ着てる完全体ですね。え、ぜひ買ってね。これは完璧に人を切り抜くやつのに頼った結果めっちゃ完璧にできたんで、これ俺の黒選ぼうかな。いいね、欲しくなっちゃうな、欲しくなっちゃうな。めちゃくちゃ高いな。そうだ、なんか謎に3000円の利益を上乗せしてんだよな。そんなことやめた方がいいよ。本当に。やめよっかな。やめちゃわないが、ネタ帳の裏に書いてあった顔ね。うん。カスみたいなグッズ売りやがってよ。商売舐めてます、俺。これは商売じゃないだろ。あれ、はじま京志郎 T シャツが売ってないな。フルプリントなんたらが、もしかして俺フルプリント禁止された、やりすぎて。あ、そんなことなかった。あったわ普通に。俺が選択し忘れてただけだった。明らかにさ、 iPhone ケースのハードゴムケースみたいなのがなくなってない？やりやがったの、すずり舐めやがって。は？別に誰もあなたのこと舐めてませんよ。悲しいね。な、缶バッジの設定が一番むずいんだよ。でももう缶バッジはもう44ミリサイズ。うわ、質素。質素っていうかさ、地味だな。こんな白い缶バッジだぞ。裏になんもねえ。キモ。誰も買わんよ、裏が白い缶バッジ。一番買わないからな、背景が白い缶バッジなんて。うん、背景なんか色決めた方がいいけど雑だからな。もう適当になんかペッペペッペペッペ貼ってってるから。
まあ、そんなことしてるせいで誰も買わねえ、誰も買わねえグッズ作るの楽しい。まあ俺は金があったら買うけど、うん、俺は金があったら買いたいけど、まあ、優先順位は低いよ。めちゃくちゃ低い。でもめちゃくちゃ欲しい。ぶっちゃけ、あー、どうだろうな。いやでもさすがにソニーのイヤホンの、ソニーのヘッドホンの方が欲しいわ。うん、優先順位今は漫画でしょ、漫画でしょ、 AirPods Pro でしょ、イヤホンでしょ、あ違う、 AirPods Pro でしょ、でソニーのあのワイヤレスヘッドホンでしょ、であとなんか高いイヤホンだの、高い聞く機械だの、うん、でその1個下、うん、いや違う、ぶっちゃけ漫画の次に欲しいのが鉄のフライパン、鉄のフライパンが欲しい。鉄のフライパンってかっこいいから欲しいな。うん、鉄のフライパンだろ俺が欲しいのは。でいろいろあって最後の最後に、あの俺のグッズでも本当に俺は俺のグッズ欲しいんですけど、あのまあ、100万宝くじあったら買うな。50万円分くらい俺、ね、自分のグッズ買っちまうかもしれない。俺は俺のことを溺愛してます。はい、あ、まあ、好きにならないとね。俺はやっぱ自分のこと好きになると楽しいな人生。うん、いやそのなんか力の込め方、なんか自分のことが好きだって自己暗示かけてるやばい人じゃないのそれ。ちょっと闇深そうですね。それは深いよ。うん。深いのか広いのかどっちだろうね。どっちだと思います？俺に聞いたってわからないことをみんなに聞く。ね。そういうのがね、一番みんなが腹立つ行為だから。頭かゆーい。髪切んなきゃいけない。俺はもう結構もう、今年入ってずっとお母さんに髪切ってもらってる。多分。多分今年入ってからずっとお母さんに髪切ってもらってる。髪型なんてどうでもいいのでって言ってね。坊主はいいけど、やっぱその坊主で外出たくないよね。おしゃれとかじゃなくて、なんかもう裸の対象になるんで俺が坊主にした。だから痩せないとさ、坊主の条件っていうか坊主装備条件、痩せること、ちょっとスラッとしないとさ。あ、でもスラッとしたらスラッとしたで坊主のヤバさが出るんだよな。嫌だなぁ。坊主楽なんだけどなぁ。なんかよくわかんないね。あのソフトモヒカンモドキーです。ずっと。俺の髪型。ドンキーコングみたいな髪型です。でもドンキーコングの今ずっとスマブラで出てるんですけど、俺スマブラいつも手持ち無沙汰にね、やってるんですけどね。あの、ま、ここら辺の前髪がめちゃくちゃ動いてる。気持ち悪い。触覚かい。コングのくせに触覚生えてるってキモすぎだろなぁ。お前はもっとワイルドなやつだと思ったのに、触覚生えた時点でワイルドさだいぶ激減だからな。きつ、きっつ、くっさ。そんな悪口言わなくてよくね。あ、でもそんなドンキーコングに悪口言ったらさ、もう殺されそうだよな。あ、ドンキーコングのね攻撃全部受けたくないな。痛そうだし、痛いですまねえよな。ね、どんなに軽くてもね、骨何本もやられる技しかないので、怖いな、ゴリラって。やっぱその、戦いに目覚めたゴリラってこんなに怖いんだね。うん。本当にやっぱちゃんと格闘ゴリラってこんな怖いんだ。よかった。うん。いやでもまだわかんないよ。ゴリラがもう格闘に目覚めるのはいつになるかわかりません。目覚めないでくれ。知能と格闘戦争を見つけたゴリラ、これほど怖いものはない。ゴリラがガチでバトルしたらやだな。怖すぎるもん。やめてほしいな。ゴリラ怖えな。まあ、基本的に獣全部怖えわ。あいつは全員強いから。まあ俺たちが弱いんだろうけど、うん、あいつは全然強い。嫌だな。まあそんな感じです。
どんな感じだよってみんな突っ込んでくれたかな。うん、まあ今どんな感じだよって突っ込んでくれた方にはね、別に何もないと言いたいところですが、やっぱさすがにここまで行っちゃったら何かあげなきゃいけないよね。いいや別に何もあげね、うん、あげるのめんどくさいし、うん、やっぱり何もなかった、ごめん。やっぱり俺はみんなにあげれるもの一つもなかった。代わりに変わろうとしてんじゃん。何かに立て替えようとしてる。立て替える気がまっさらなのに、何もないのに。適当だね本当に。許してやってくれ、羽島清志郎の名に免じてね。いやーもう全然頭洗ってねえからめちゃくちゃ痒いわ。全体的に痒い、まんべんなく痒いのかって言うとそういうわけじゃない。全体的に嘘ついた、局所的に痒い。ここら辺脇痒いし、脇ちょっと見えそうだったし、脇痒いよ。やっぱ1日風呂は3回入んないといけねえな。静香ちゃんに対応していくわ。静香ちゃんは1日3回風呂入るらしいですね。風呂気違いです、それは言い過ぎですね。バイオリン、あれ、あ、そっか、静香ちゃんバイオリン上手いと思ったけど下手なんだよな。なあ、静香ちゃんって何で生きてるの、まあ、主婦か。なんもねえな。お風呂好きのくせに銭湯は巡ってねえよな、もったいな。銭湯巡れよって思ったけど、1日3回銭湯巡ったらさ、それはもう銭湯マニアじゃん、銭湯評論家じゃん。うん、はい、やっぱ俺1日風呂入りてえわ。うん、水道代無視してもう1日風呂入りてえ、 3回風呂入りてえなって思うけど、あれ俺うつだから風呂入れないんだよ。おー助けてくれー、助けて。今日でも今日は頑張って爪切った、えらい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 。どれくらいえらいかっていうと、ノーベル賞と言いたいところですか。ないな、絶対的な偉さだからないわ。あんまみんなと比べたくないよ。どれくらい偉いかっていうと、あ、お母さん帰ってきた。宿題を1日で終わらすくらい偉い。